日の丸背負って戦うって大変なことなんだなって思ったんですけど、でもさすがですね、やっぱり上野投手はすごかったですね。ここまでのオリンピックを見ていて印象的な選手や試合などありましたか？準決勝の野球ですね、日韓戦、これは面白かったですね。もう日本が最初2点先制してその後追いつかれて、選手も必死に当然やってるわけですけど、そういう中で近藤選手の一塁オーバーランについてクレームがついたり、なかなかすごかったですね。甲斐選手がフォアボールで出て満塁になって、ここで山田が打った走者一掃の二塁打、あれはすごかったですね。ピッチャーの球速かったけれども、やっぱり後で聞いてみたら、こう初球とにかく速い球を捉えるという気持ちで入ったということで、でも本人もほっとしてましたもんね。あれだけの選手でもやっぱり日の丸背負って戦うって大変なことなんだなと思ったですね。柔道もすごかったですね。大野選手、これ金メダル2連覇しましたけど、やっぱり風格がありましたね。あとは女子のソフトボールも面白かったですね。20歳の後藤選手、後藤投手が素晴らしい完璧なピッチングをして、宇津木監督には大変申し訳ないんですけど、素人目には後藤投手の方が上野投手よりもいいんじゃないのかなと、現在の状態はいいんじゃないかなと正直僕は個人的には思ってですね、決勝戦の先発は後藤でいったらどうなんだみたいに勝手に思ってました。でもさすがですね、やっぱり上野投手、もちろん後藤が後ろにいるからという安心感もあるんでしょうが、やっぱり素晴らしいピッチングを上野投手がして、途中で後藤につないで、で最終回また上野が行って完璧に抑えると、いやー素晴らしかったし、キャプテンの山田選手がですね、確かメキシコ戦だったかな、ちょっと正確に覚えてないんですけど、大事な場面で難しい打球追いついて落球したんですよね。その時のキャプテン山田のリアクションがですね、もうこれはきついな、もう本人は辛い思いしてるぞみたいな、でその山田が最後にサヨナラヒット打ちましたからね、センター前に、あれもすごかったな。なんかもう山田最後多分試合終わってからだと思うんですけど、しばらく突っ伏して顔上げられなかったですもんね。あれも印象に残りましたね。まあオリンピックについてはもういっぱいありすぎてっていう感じですね。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。